こんにちは、うさんこです。今日はこちら、人気のクロスタイプのヘアバンドを作っていきたいと思います。ヘアバンドの動画はもう過去に何本も作っています。今回はリバティのタナローンで作る作り方の紹介です。ヘアバンド大好きで、もうかれこれ100本以上作っています。ヘアバンドの作り方は割と簡単なんです。素材でつけ心地が変わるところが、まあちょっとこうヘアバンド作りで難しいっていうか面白いところかなと思います。白いのと赤いのはナイロン素材、同じ大きさで作ってもちょっとこうつけた感じのきつさ、つけ心地がそれぞれ違うんです。完成前の状態でつけ心地確認すると、よりベストフィットなヘアバンドを作ることができます。何本か作っていると感覚的にこの布の種類はこうだなっていうのが分かってくるとは思います。あとこの幅ですね、ここの幅、お好みでこの幅も調整してみてください。今回はリバティのタナローンで作ります。でタナローン薄いですよね。薄くて繊細な生地なのがタナローン、ちょっと薄くて縫いにくいかなというのもあります。なのでタナローンの風合いは生かして、ちょっと布を補強するこの接着芯を貼りたいと思います。リバティのタナローンは合う接着芯が難しいんですよ。こう薄くて繊細な生地なんでね、うまく接着芯を貼れたなと思っても、こう接着芯のノリが表に出てきてしまったりします。今までタナローンのこの柔らかさを生かして補強するときはこちらの接着芯を使っていました。でも同じような感じで使えるのがこのお得用で発売されているのを発見しました。こちらとってもいいです。柔らかい風合いを生かしてタナローンのヘアバンドを作るなら、どちらかの接着芯をおすすめします。もちろん接着芯を貼らずも作れます。材料はこちらです。すでに接着芯を貼っています。貼ってないものと接着芯が貼ってあるものを比べると、裏にやっぱり1枚布を貼ってるので、ちょっと透け感は違いますよね。やっぱりこの貼ってない方の方がこうよたっとはします。接着芯を貼るか貼らないかはもう好みっていうのもあります。接着芯貼ると一番いいのはタナローン柔らかくて縫いにくいんですが、縫いやすくなるところがいいですね。貼らなくても作れます。作っていきたいと思います。本体部分の布2枚とゴム通し部分の布1枚用意してください。あとはゴムです。本体部分の布は15cm×50cm、 15cm×50cm です。2枚用意してください。裏には接着芯を貼っています。ゴム通し部分の布は9cm×33cm、 9cm×33cm です。ゴムは 2.5cm×13cm です。まずは布を中表に折って、縫い代 1cm で縫っていきます。3本とも縫います。ダダダダダッと縫ってしまってください。縫えたら縫い代を開いて表に返していきます。縫い代を開くぐらいに軽くアイロンかけてください。表に返します。この本体部分の布は表に返しやすいんですよね。このゴム通し部分の布は表に返しにくいので、こう先の方をちょっとこう
折り返して長い棒、こちらは菜箸ですが、菜箸などでグググッと押し出して返してください。簡単に表に返すことができました。あとはアイロンで形を整えます。ヘアバンドの形に組み立てていきます。本体の布をクロスしておきます。中心を揃えてこんな感じに十字になるように置いてください。こちらが中心になります。サイドにゴムを縫い付けていきます。縫い目の中心と中心を合わせてサイドを折るのですが、折り方はお好みでこんな風にタックを寄せたりとか、普通にこうパタパタっと折って倒すというのもありです。だいたいゴム幅になるように折ってください。ゴムを縫い代1センチで縫い付けていきます。布が厚いとゴムの縫い付けちょっと大変かもしれません。片側が縫えたらゴム通し部分の布をゴムに通していきます。たくさん作る場合はこのクリップ式のスピードゴム通し、ものすごく便利です。反対側にもゴムを縫い付けていきます。反対側にゴムを縫い付ける際にこうヘアバンドがこうねじれてないか注意して縫い付けてください。で、縫い付ける方向を間違えるとガーンとなります。縫えました。縫えたらこのゴム通し部分の端を1センチ内側に折ります。1センチ内側に折ったらゴムのこの部分にかけてゴムを隠します。縫い目と縫い目を合わせて、でここの周りをぐるっと縫い合わせていきます。玉留めが隠れるように糸を出したら上と下の布を交互にすくって縫っていきます。縫い目が見えない縫い方にするととても綺麗に仕上がります。ここを手縫いにした方が仕上がりがとても綺麗です。端まで来たら反対側に針を通してまた上の布をすくって下の布をすくってとぐるりと一周縫い合わせていきます。まあ、この部分もミシンで縫ってしまっても構いません。出来上がりました。完成です。リバティやっぱり可愛いです。以前作ったこの青いヘアバンドとこう外周のサイズは変わらないはずなのですが、タナローンの方が柔らかいのでつけた感じもこうやっぱりなんかちょっと緩いというか柔らかい感じがしました。前回とこのヘアバンドの幅は変えています。この方が広いです。今回このゴム通し部分もちょっとこうタイトにしました。青い方がちょっとこう余裕がある感じの幅にしています。リバティの方がこのゴム通し部分をタイトに作っています。柔らかいタイプの接着芯を貼ったので仕上がってもこのリバティのタナローンの独特の柔らかさは残っています。実はサイズを変えてキッズ用も作ってみました。作り方は全く一緒です。それぞれの布サイズを変えて作ってみました。作り方を一回マスターしてしまえばもういくらでもアレンジできるのがヘアバンドです。キッズ用のはちょっとこうゴムのところを緩くしたバージョンで作りましたが、どうですかね、違いわかりますか。この辺ゴムに対してタイトに作るかどうかももう本当に好みです。ヘアバンドは買うより自分で作るのおすすめです。つけ心地のいい自分だけのヘアバンド、大好きな布で作ってみてください。